さて次に行きますね。That starts by fighting for a constitutional amendment to completely eliminate private dollars from federal elections ね。That starts。That が主語になって starts が、動詞になってますね。そのことはさっき言ったようなことは、そのことはスタートするのであると。これこれすることによってスタートするのであると。それはさっき言ったようなことを行うんだけども、それはそのスタートとしてまずこういうことから始めるんだということですね。すなわちこういうことをこういうものを勝ち取るために戦うことによってスタートする。コンスティテューショナルアメンメント、憲法のまあこれ改定という感じかな。憲法修正か。日本語で、日本語じゃない、英語でコンスティテューショナルアメンメント、合衆国の憲法をなんか修正案とかいう、合衆国修正条項とかいうような、そういうのでアメンメントと言いますよね、よくね。だから修正で訳しておきましょうかね。そういう具合に訳されてるみたいですね、一般的に。だから憲法修正、これこれにこれこれするための、憲法修正のために戦うことによってさっき言ったようなことはスタートするのだとね。何するため、 to completely eliminate するためにね、 private dollars from なんとかかんとか、連邦選挙において、この何金が動きますよね、いろいろと。で、連邦選挙においてこれね、これなんていうのかな、内輪の金が出回ってたけど、それを排除する、そういう汚いことはしない。だからで内輪の、選挙において内輪の金を回して、ちょっと私に票を入れてくれたらね、一人当たりちょっといくばくか金を出しますんで、まあ1人当たり1万円ずつ出します、どうかお願いしますとか言ってね、そんなことはしないと、汚いことはしないとね、という意味だと思いますね。だから訳し方としてはそうですね、連邦選挙から、何内輪の金、公式でない金、内輪の金を排除する、完全に排除するため の、 憲法修正条項を、憲法修正案を勝ち取ることによって始まるんだと、ね、そういうさっき言ったような戦いはね。さて In addition I will propose a law to strengthen prohibitions on foreign nationals or governmentsTrying to influence U.S. federal, state, or local elections and direct a new independent agency, the Commission on Federal Ethics, to ensure vigorous and unified enforcement of this and other anti-corruption laws. ね、さてと。さてと、これね、In addition、 さらに私はこういうことをすると、まあ、大統領になったらね、私はさらにこんなことにもしますよと。 I will propose a law、ね、一つの法案をね、まあ、提案しますよと、ね、何々するための 法律を、ね、提案しますよと、To strengthenprohibitions on the foreign nationals ね、まず、外国人、直訳すると外国の国籍を持った人々っていう感じかな、うん、で外国籍を持つ人々に対する禁止事項を強化するためにっていうことですね。だからアメリカ人以外の外国籍を持っている人に対する
やっぱりそれなりに禁止事項は設けなきゃいけない。それを強化するための法律ね。そして or government's trying to なんとか、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね。あ、そうか、うん、strengthen で prohibitions on 誰それ or 誰それなん、動詞の因果形 to なんとかか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 んとかとなってますね。その後これ何か direct、 これは動詞みたいですね。だから trying to 動詞 and 動詞となってるみたいですね。ちょっと待ってよ、あるいは to strengthen and direct かもしれませんね。どっちかな、ちょっと待ってよ、分かりにくいな。一応ね、一応まずはこっちだと解釈しておきますね。 trying to influence なんとか and direct なんとかなんとかというように解釈しておきますね。ね、そして、A new independent agency というのは具体的に言うと、ね、こういうものだと The Commission on Ethical、Federal Ethics というようなものなんだというふうなことを言ってるんですね。 To ensure これこれするためにということですね。 To ensure 何とかかんとかするために、ね、というふうに一応大雑把な構文を捉えた上で、間違ってたら途中で前修正すればいいということでね、前からもう一遍訳してみましょうね。 In addition、 さらに私はこんなことをしますよとね、法律を提示、提案しますよ、ね、禁止事項を禁止事項をこあの強化するような法律を提案しますよと。でそれは禁止事項といっても、これは外国籍の人たちに対する禁止事項ですよと。あるいは governments、 これは foreign governments ですね、 foreign nationals or foreign governments ですね、外国の政府に対する禁止事項。ほんでそういう外国人の人たちとか外国の政府がこういうようなことをしようとしている、待てよ、こういうようなことをしようとしている外国人とか政府に対する禁止事項を強化するための法律ということですね。で何をしようとしているかというと trying to influence US federal なんとかかんとかかんとかね、合衆国の連邦の合衆国の連邦のあるいは州のあるいは あるいは地方の、地方のといってもね、これフェデラル、そのフェデラルというのは国全体ですね。アメリカ合衆国全体ですよね。アメリカという国全体のという意味ですね、これね。でステートというのは各州、州の全体のでしょ。次ローカルというのはそれよりも小さいことを意味してるわけですよね、ここでは。だから、まあ、市町村とかね、カウンティーとかね、なカウンティーっていうのは何、郡とかね、郡、何々郡の郡、それとかなんか、なんか、まあ、ともかく州よりもちょっとちっちゃい地域みたいなね、感じ。まあ、市町村でしょうね、おそらくね。市町村とか郡、郡、郡ってこの郡ですよ。あの、軍隊の郡じゃないですよ。あの、この郡ね、なんていうの、この郡。この郡ね。カウンティーって言いますね、英語で。カウンティー。カウンティーとか市町村でしょうね。カウンティーとか市町村で一応解釈しておきますね。そういう意味だろうと思います。そういうものの、エレクションズ、そういうものの、おそらくはカウンティーかな。まあいいや。ともかく、ステートよりも、州よりもちっちゃい単位ですよ。ね。で、エレクション、そういうようなところでの、あの、何、選挙に影響を与えようと、影響を及ぼそうとしているような外国人とか外国の政府に対する禁止事項を強化するための法律をね、あの、提案するつもりですよと。ね。次、and direct。これはさっき僕、trying to influence and direct というふうに解釈しましたけども、一応そういうだと思いながら一遍解釈してみますね。そのこういう合衆国のそういういろんなものに、そういう合衆国のいろんな選挙という行事に影響を加えようとしている、そしてこういうことをディレクトしようとしている、すなわち新しい独立エージェンシー、新しい独立の機関
にディレクトしようとしているそういう外国の人たちで、それは Commission on the Commission on Federal the Federal、Federal Ethics ね、だから連邦倫理、連邦倫理審議会みたいなものですね。連邦倫理審議倫理会という名前の新しい独立機関をダイレクトする。ちょっと待ってね。あ、そうか。で、ダイレクトするでしょ。ダイレクトするというのは指示を与えるということですね。ダイレクト。で、どう、ダイレクト、あるいはディレクト、誰それ、誰か人とか、なんかの機関、人の集まりが来るわけですね。ディレクトのあたり。そしてそのあたりに、to 動詞が来るわけですね、これね。だから、そういうような機関、人の集まりに対してね、そういう委員会に対して、審議会に対して、こういうようなことをするようにと指示するということですね。ダイレクトする。ね。そうなると、これ、指示しようとしている外国人じゃないですね。指示するつもりだですね、私は。私は大統領としてそういうふうに指示するつもりだった。だから、and direct というのは、I will、ね、I will propose、なんとかかんとか、and I will direct ですね。私は大統領になったらね、私はこういうこともするんだ。すなわち、新しい独立した機関、それをこういうふうな連邦倫理審議会っていうふうに名前をつけるけども、そういう新しいものを作ってね、その機関にね、その機関、その、なんていうの、組織に対してね、こんなことをしなさいよというふうに指示を与えるつもりだということですね。ディレクト。ちょっと待ってね。ディレクトというのはそういう使い方をするはずですが、ディレクトですね、あ、そういうのに書いてありますね。そうです。あのね、この、ここにね、書いてありますね。ちょっと待ってね、これ。これね、ディレクトのところにこういうふうに書いてあります。ね、ね、こういうふうにね、正式、SVO to do って書いてあるんですね。だから人とか憲法などが人集団などに何々するように指図するって言いたいときに、例えば I direct him to do something という言い方をするんだという上に書いてありますね。これはジーニアスにこう書いてあります。ジーニアスの辞書ね。だから、やっぱり間違いないですね。これは、direct、さっきの direct ね。direct 人 to do something ですよ。人に対してこういうことをしなさいよというふうに指図するという意味なんですよ。だから、私は大統領になったらね、新しい機関を作って、この新しい機関はなんとか審議会って名付けるけども、この新しい審議会に対して、こんなことをしなさいよというふうに私は大統領として指図しますよというふうに言ってるんですね。で、ちょっと待ってね。こういうふうにしよう。これで見えるかな。これでね。ちょっと待ってね。ね、でその新しい審議会にね、こういうようにしなさいよというふうに私は大統領として指示するしますよというふうに言っています。 To ensure a vigorous and unified enforcement of this and other anti-corruption laws ですね。
このアンタコラプションロー、あ、じゃないかな、待てよ。This anti-corruption law ですね。This anti-corruption law and other anti-corruption laws。これを、まあ、省略して、This and other anti-corruption laws と言ってるわけです。この贈収賄禁止法と、それからそれ以外の贈収賄禁止法という意味で、この贈収賄禁止法などの類似の法律をしっかりと力強く効果的に積極的に、栄誉頑張るとか栄誉というような言い方しますね、日本語でよくこういうちょっと硬い時に栄誉って、これ鋭い意識の意って書いて栄意、行うとかいうような頑張ってやりますよというような意味で栄意というような言い方しますよね。そういうような言葉をここで使いそうですね、政治家だったらね、栄意何々をいたしますというような、だからまあ頑張ってやりますせということですよね、力強く頑張ってやりますせとね、だから力を込めてやりますせということで vigorous はね、その力を込めてる感じがしますね、この vigorous っていうのは、ね、で、頑張ってで、統一され、頑張って統一された、こんなこういう法律を頑張って、頑張って、統一された形で、確実に実施されるように、取り計らうように、こういうような審議会に対して指図しますせと、私は大統領として、というようなことを言ってるんですね。次いきますね。ちゃんと見えてますかね、これね。はい。The lack of transparency in our campaign finance system, combined with extensive foreign money laundering, creates a significant vulnerability. The lack of transparency in our campaign finance system. ここまで主語ですね。次に、combined with extensive foreign money laundering. これが、まあ言ってみれば、なんていうの、分子構文ですね。そしてその後に creates ね、あの動詞が来てるんですね。ほんで目的語ですね。だから前から訳します。我々のすなわちアメリカのキャンペーンファイナンスシステム、我々の、キャンペーンというのはね、あれですよね、選挙運動ですね。我々の選挙運動、我々の選挙運動資金調達制度というような感じね。選挙運動にはお金が必要ですから、それの資金調達するそういう制度、システム。それにおいて、透明性が欠如しているということ。その欠如。それと、これとが相まって、それとこういうものが組み合わさってということですね。Combined with こういうものと組み合わさって、何が組み合わさってるかというと、何これ、外国資本、外国のお金、外国資本の、外国からのお金のマネーロンダリングね、資金浄化、それが広範囲に行われているということと相まって、そういうものと組み合わさって、そういうね、何トランスパレンシー、これ我々の選挙資金の制度が、あの何透明性が欠けてると、不透明であるということだけでも大変なことだけども、それだけじゃなくて、広範囲にわたって外国からの金がマネーロンダリングされてる、こういう汚いことも行われていて、その両者が相まって、その結果としてね、あのこういうことが、こういう嫌なことが起こるんだと。すなわち、significant っていうのは、ここではね、相当な、considerable ということですね。相当に、まあ、なんちゅうたんやかな、相当に、なんていうのかな、我々の、まあ、政治体制が弱い立場に追い込まれるというかね、変な状況になってしまうと。
おかしなことになってしまうということですね。バグナラビリティは傷つきやすさということとか弱い立場とかそんな感じですけどね。だから相当に、ね、あの政治の世界がねなんか弱い立場に、うん、追い込まれてしまうんだとね、変なことになっちゃうんだということですね。さてと次いきます。 We need to close the loopholes that corrupt our democracy。 我々はこういうことをする必要がある。 close 閉める必要がある。 close the loopholes 閉めるというか閉じる必要がある。 loopholes loopholes loop というのはね、なんちゅうたんやろ日本語で、こういうものをループって言いますよね。これ輪っかですね、輪っかね。あるいはバスケットボールのあのバスケットボールを球を入れるためのこういうリングでできた輪っかの部分ね、そういうのもループって言う。えあれはループと言わないのかな。ちょっと待ってよ、あ忘れました。あれもループって言うんだと思いますけども、まあいいや、ともかくこういうようなものをループね。あるいはその環状線、日本に環状線がありますよね。東京にね、あれ環状線っていうのかな、山手線か、山手線、あれループラインって言いませんか、確か英語でね、山手線のこと。あるいは大阪にも環状線って言ってよく似たものがあるんですが、大阪とか東京にあるあの、くるっと回るこういうようなね、くるっと回るようなこういう円形をしたあの鉄道がありますよね、都心を回るやつ、あれはループラインって言いませんか、確か英語ではね、そういうように訳されてると思いますけども、ループっていうのはこういう輪っかのことですよね。でリングと言ってもいいのかもしれません、よく似たものですね。ループホールズっていうのはこういう輪っかの穴っていうことですから、結局法律の抜け穴ね、法律の抜け穴のことですね。英語です。英時点で見るとループホールズというのは何かね、an inexact wording or omission in a law or contract that enables somebody to 何これ to avoid doing something ね、なんか、法律とか契約書にね、なんかこう不正確なものの言い方がしてあるから、だから当事者がなんかやらなくて済む、ね、だから抜け穴があるから、あこれやめとこうかと、ね、めんどくさいからやめよう、金かかるからやめとこうとかね、いうようなことだということです。だから抜け穴、法律の抜け穴ということですね。で、私たちは法律の抜け穴を閉じる必要ある。抜け穴があったらそれを閉じてしまう。だから、閉じてしまう必要があるんだとね。で、That corrupt our democracy、 我々の合衆国の民主主義を腐敗させるような法律の抜け穴を閉じる必要があるんだとね、ことですね。さて、次いきますね。ちょっと待ってね。こうしようか。Having taken these essential steps to reinforce the democratic foundation of the United States and inspire action in others, I will invite my fellow democratic leaders around the world to put strengthening democracy back on the global agenda. ちゃんと見えてますかね？見えてますね。はい。はい、Having taken、 これあの分子構文ですね。 Having taken、こういうようなものをした後で After I have taken These 何とか何とかって感じですよね、うん、何々した後でこういうこれらのこういう、必要不可欠な措置を講じた後でということですね、何々するための、すなわち強化するための何を、民主主義的な、基盤を強化するためのこういう不可欠な措置を講じた後でということですね。合衆国のですね、そしてそういうものを、
え、待てよ、待って、そういうものを強化するための、そしてインスパイアするための、他の人たちとは限らないな、これ、他の人たちか、他の人たちにおいて、他の人たちの中に、待てよ、インスパイアアクションというのはあるんです。他の人たちの中に、アクション、行動をインスパイアするために、すなわち他の人たちにも行動を起こすように、まあ鼓舞するために、仕向けるためにね、そのためにこういう不可欠な措置を講じた後で、私はね、大統領になったらですね、インバイトしますよとね。I will invite my fellow democratic leaders around the world to put strengthening democracy back on the global agenda ね。私は私の仲間の民主主義的なリーダーたち、全世界のそういうリーダーたちに対してインバイトする、インバイト誰それ to 動詞ね、そういうね、これはまあ、ところがデモクラティックでないような国々のことは考えてないと、あくまでも民主主義国のリーダーたち、まあ大統領とか首相たちにね、こんなことをしなさいよと、こんなことをしてはどうですかというふうに呼びかけるというような感じね。Put strengthening democracy back on the global agenda. 全世界のアジェンダ、全世界の議題、あるいは課題、challenges、ね、issues、という意味ですね、これ。全世界の課題、待てよ。全世界の課題、待てよ。strengthening back on the... ちょっと待ってね。Put strengthening democracy. あ、そっかそっか。Put something. Put ね、これね。Put something back on the global agenda ってことですね。Put something back on something else ってことですね。だから、何かの上に再び元通りに置くということです。直訳するとね。だから、strengthening democracy っていうのは、強化するようなものを、何か別のものを強化するような、働きを持つ民主主義を、全世界の課題の上に元通りに置くために、全世界のリーダーたち、ね、に、呼びかけるつもりだとね。だから全世界 のいろんな問題、とか課題の上に、その、これね、あ、民主主義を強化することですね、ごめんなさいね。Strengthening democracy というのは、民主主義を強化することということですね。民主主義を強化することは、すなわち民主主義の強化って、あれですよ、強くすることですよ。民主主義の強化を、全世界の課題の上に再び乗っけるように、全世界 リーダーたちに呼びかけるつもりだというふうに言ってるんですね。やっぱり何だかんだ言ったって、民主主義大事じゃないかと言いたいわけですね。さて、それでは今回は ここまでということで、これ以降は次回に回しますね。